FM ルーシンド DJ のルーシンです。今日は、先日お話ししたパソコン自作の話の続編ですね、パソコン自作の話、2をいたしたいと思います。まあその前回は失敗談だったわけなんですけれどもね、そのパーツを増やしたら、増やした分のですね、電気がいるんですよ。でコンセント増やすとかじゃなくてですね、パソコンっていうのはその全部内蔵されているパーツが1個の、ケーブルにつながってまして、つまりその電力を供給する側の、電源を管理するパーツがあるんですけれども、それをね、変えないと動かないということになりましてですね、電源ユニットっていうんですけれども、せっかく新しくパーツを買ったのにその恩恵を受けられないということになりました。またね、あのハードディスクを買ったのに、ハードディスクとマザーボードをつなぐケーブルを買い忘れたがために全くハードディスクを、パソコンにつなげることができないということにもなりました。で結局ですね、電源ユニットを新しく買いまして、まあ、その最大出力ですね、最大出力を上げました。それでね、あの今回ね、僕その改造っていうんですかね、改造をカスタマイズしてよかったなと思う点がいくつかあるんですよ。でね、あの前々から実はそのパソコンの出力が上がると突然電源が切れるっていうその謎のトラブルに見舞われてたんですね。例えばあの映像をレンダリングするとグラフィックボードとかですね、ハードディスク CPU なんかがフル回転するわけですね。でフル回転するとやっぱり電源食うわけですよ。そんである程度ですね、その電源がいっぱいいっぱいになっちゃうとね、突然電源が切れるっていうね、あのかなりその泣きたくなるぐらい絶望するんですよね、それになると。でそういうことが何回かあったんですよ。だからね、もうこれ原因なんだろうってことをずっと思ってたんですよ。でグラフィックボードかハードディスク容量が原因だと思ってたんですけれども、その突然電源が切れるのはおかしいっていうふうに思ったわけですね。つまり普通だったらまずはフリーズするんですよ。もうパソコンがもう限界だと、お仕事限界ですよってことでフリーズするんですよね。画面が止まるわけです。でそれが起こる前に電源が切れるっていうのがね、まあ今思えば電源ユニットに原因があったんじゃないかと思いまして、この度電源ユニットを変えて出力を上げました。そしたらですね、電源切れるっていうことがねなくなりました。これでね、僕の映像制作の方も一段とまたその快適と言いますかね、苦労が減るなぁと思ってますね。それであとハードディスクも無事増やせましたね。ただね、今回また勉強になったなぁと思うのはね、ハードディスクってただマザーボードにくっつけるだけじゃダメなんですね。OS の方で新しい、ハードディスクとして認識させないといけないんですよ。でその認識のさせ方もちょっとよくわからなかったんで、インターネットなんかでね調べて認識させたわけなんですけれども、まあそういった手順も必要なんだなっていうことを思って今回勉強になりましたね。あとですね、これがね、自分の中で、もう見た面の変化としてもかなり大きいんですけれども、今ね、モニターが2つあるんですよ、デュアルモニターにしました。これでね、かなりパソコンの作業が楽になりましたね。今まで映像制作してて、何だったんだろうって今思ってるぐらいですね。そんぐらい、劇的に環境が変わりました。デュアルモニター本当に最高です。あとですね、コージマンの家に行った時にずっとね羨ましく思ってた腕パッドっていうんですかね、腕
肘掛けをねつけましたね。これがね非常に便利です。であとは、無線のキーボードですね。これでねかなり机の上が整理整頓されるようになりました。前よりもでかなりそういう風にですね、今そのパソコン周りの環境を一新しまして、この春以降ねまた映像作ったり、今年は論文も書いたりするんで、その今まで以上にその快適にまたそのパソコンの安定感を高めてね作業をできたらいいなと思って、パソコン周りをパワーアップさせたっていう話でね、パソコンに興味のない人にとってはかなりどうでもいい話プラス、別に流進がねパソコンをの環境を良くしたっていうこと自体は別に聞いてる人にとってはかなり関係ない話題っていうかね、どうでもいい話題かもしれないんですけれども、ただねデュアルモニターはいいですよ。本当にデュアルモニターはね本当にいいですね。はい。あとねやっぱり机はね広い方がいいですね。やっぱりその参考書片手に、作業するんで机がね広くないとダメですね。で机を広く使うために、例えばキーボードなんかね使わないときはどかして、使うときはまた元に戻してっていうことをするために無線いいですね。これで本当はねこのキーボードもねすごい種類がいろいろあるんですよ。メカニカルキーボードとかね、静電気キーボードだったかな、なんか電動式のキーボードとかね、あとそのノートパソコン型のキーストロークの低いキーボードとかね、あんまり音の鳴らない静かなキーボードですねとかいろいろありまして、このパソコン周りの環境を、良くしようとするともうキリがないっていうことに気がつきました。でまあねキリはないんですけれどもね、ある程度ですけれども整えていくっていうのは、その日々のね日常生活を楽しむっていう意味でもね非常にいいなっていうことですね。やっぱりそのこれは自分にとって楽しいことだし、その趣味と仕事がね今一体化してるようなそんな感じがするんですね。で本当に仕事になってるかっていうとねまだ仕事にはなってなくて、周りの知り合いとかから頼まれるデザイン業なんかはしますけれどもね、あくまでお小遣い程度ということでね、別に職業でも何でもないですからね、そのうち仕事になったらいいなと思ってます。では、今日はここら辺で失礼いたします。パソコンの、パワーアップは無事完了いたしました。一度目の失敗はちゃんと生かされましたということで失礼いたします。ありがとうございました。